日本徳島県阿南市鴨町鴨町は徳島県阿南市の町名。2014年3月現在の人口は490人。世帯数は172世帯。郵便番号は郵便番号771-5173。当地内の集落矢沢江戸です。撮影阿南市の西部、中川の右岸2時。北は深瀬町、西は水井町、東は吉井町。 南は阿尾町及び長郡長町、中山、道町は食境に接する。みかん、石灰岩が特産物である。中川沿いの平地では、ビニールハウスによる野菜の促成栽培。山間部では、みかん栽培が行われ、鴨谷川沿いを通る徳島県道28号阿南、小松島線の周辺は、石灰製造所が目立つ。名所戸籍として、 四国八十八箇所霊場第二十一番札所、ふとしり受験の神様と言われるお松大権現、一祝寺から大野流寺までの長子などがある。当地は、旧鴨谷村の中心地である。ふとしりゅさん江戸期から、町村制の施行された、明治二十二年にかけては、何しごお及び、長郡の村であった。漢文四年より、長郡に属す。明治二十二年に、 道軍鴨谷村の大技となった。昭和30年より富岡町の大技となる。昭和33年に阿南氏が誕生し、現在の町名となる。ふとしりロープウェイ大野隆ゅ駅徳島バス、阿南剣道。ありがとうございます。